皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことマッコです。今日は鶴岡のお祭り、天神祭りのパレードに参加していきます。ちょっと私自身初めてなので、結構3時間くらい歩くらしいので頑張りたいと思います。はい、こんな感じ。ちょっと髪型こう、はい、天神祭りとは学問の神様と呼ばれている菅原道真公を祭る鶴岡天満宮のお祭りのことを言います。横は5メートルもある出汁をみんなで引っ張っていきます。重さはね、トンあるって言ってた、道を進むわけではないので、もうこんな風に曲がる時が一番大変そうでした。私はちょっと邪魔にならないように端に避けるくらい、もう男の人たちが体斜めにして押して、うわーほら、もう一生懸命曲げていましたね。祭りとも言われていて、この化け物の格好を3年間やり遂げて誰からも見つからなければ願いが叶うと言われています。あ、来てくる、あ、ダメダメ、お、来た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 、写真撮ってもいいですか。お疲れ様です。撮りました。はい、よかったね。来ました、やっと来ました、やっと来ました。パレードの最後を飾ります。実行委員会ですけど、約2キロのコースを3時間かけてやっとゴールしました。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。このコロナ禍によって人物金、先ほども言いますけど、いろんなものが失われます。しかし一番失われて回れるのはやる気でございます。我々はやる気があります。やる気があればなんとかなる。そう、これからも我々はこの天神祭りを盛り上げてみ、この鶴岡市を盛り上げてみ、引いてはこの日本、世界平和のためにこれまで以上に頑張っております。どうぞこれまで以上でご支持をお願い申し上げましょう。最後に挨拶申し上げまして、我々はここで吐けたいと思います。本当にありがとうございます。来年皆さんまた会いましょう。ありがとうございました。毎年5月25日が本祭りなので、化け物になってみたいという方も体験できるので、ぜひ来年遊びに来てください。いただきます。でかい、マジで、いやー
ー